까지 어느 정도 끊어 줘야 자신도 에트 추비를 복구할 만한 그런 시간을 クローキングレースには気づいているんでしょうか。でもまあレースの数が数なんで可能性としては十分ゼロ選手は頭に入ってるでしょうね。というかゼロ選手はもう今だいぶ落ち着いてプレイできる段階にな展開になっているので、スリーハッチリーからスパイア、ヒドラでがっつりディフェンスしてますね。相手のレースの数を見ているので必要十分のヒドラリスクでファーストベース、セカンドベースともにオーバーロードを保護という形。これでも岡上からレースでハラスされるとセカンドベースちょっとし、あーでも岡上つながってっから微妙か、枯れないですね。これほど、あーレース貴重なレース1段、これほど慎重にディフェンスされてたらさすがにどれだけコントロールしようとも限界がありますね。あースポアコロニーも立てられてしまい、テランがだいぶビハインドなのでザーグはちょっとこうやってスポア立てるとか、余裕を見せることができますね。でスポアを立てたことによってファーストベースセカンドベースしっかりとディフェンスできるので、ディフェンスに回してたヒドラリスクはそのまま前に行けますが、ここはタンクがすでに登場してしまっているので強引に押すことはできませんが、でも十分頭を抑えれてますね。入られんぞ入られんぞ、入らない、無理か、さすがに無理か。もう実は金明恩選手が그렇게무리할필요가없어요차라리뭐그무리를무리하지말고멀티먹는게더낫고요지금은네예멀티를가져가려고하는듯이오근데오아자그링그バッチリ見られた。時間相当稼げれば勝機はありますが、さあ生き残ったが、ああタンクか、ああ見えた、これはちょっと厳しいな。さあこれだけのミュータが出てしまえば、レースもこの程度の数じゃ話になりませんね。岡タンク完全にシャットアウトされて GG。 スカイハイだいぶ食らってますね。そうですね、スポアは、対空の防御施設ですね。これはもうゼロ圧勝ですね。スカイハイはまあバンカーラッシュは別にあれだと思うけど、バンカーラッシュの後前に出たのが判断ミスか。 SCB1 置くって確かめればよかったのにな。